チッカリングサンズはアメリカ合衆国マサチューセッツ州ボストンに所在したピアノ製造会社であり優れた品質と設計の楽器の生産で知られていた1823年にジョーナス・チッカリングとジェームズ・スチュワートによってスチュワートチッカリングが創業されたが4年後にこの協力関係は解消した1830年までにジョーナス・チッカリングは ジョン・マッケイと共同経営者となり、チッカリングカンパニー、後にはチッカリングマッケイズとしてピアノを製造した。1841年にオイ・マッケイが死去し、1853年に会社はチッカリングサンズとして再編された。チッカリングブランドのピアノは1983年まで作られ続けた。チッカリング社のピアノピアノ製作者。 ジョン・オスボンの弟子として働いていたジョナス・チッカリングが1823年、同僚であったスコットランド人と共同で、ボストンに工房を開いて、スクエアピアノの制作を開始した。1830年、イギリスのブックケースタイプと呼ばれる楽器をモデルにして、最初のアップライトピアノを完成した。その後、事業拡大のため実業家のジョン・マッケイと組み、工場の名称も、 チッカリングマッケイと改め、スポンサーを得たチッカリングは、ピアノの制作と研究に専念した。1840年には、グランドピアノを完成。総鉄骨が採用された、このグランドピアノは特許を取得し、アメリカにおけるピアノ製造の基礎を築いたと言われている。1841年に事業を担当していた、ジョン・マッケイが船で遭難し行方不明となってしまい、 このためチッカリングは経営事業にも直接携わるようになった。ロンドンでピアノメーカーの最高の栄誉賞を受けるなど、ピアノ事業は順調だったが1852年、不幸にもピアノ工場が火災に愛全焼してしまった。新工場の再建に着手するも、創業者のジョナス・チッカリングは1853年でこの世を去った。その頃、工場は チッカリングサンズと名称を改めており、チッカリング社のピアノ製造事業は、ジョナスの長男であるトーマス・イ、e、チッカリングが引き継いだ。トーマスは詳細に長けた人物で、将来を期待されていたが、若くして死去した。トーマスの死後は、ジョナスの次男であるシー・フランク・チッカリングが事業を引き継いだ。1867年、パリマン博覧会にピアノを出品して最優秀賞を、 獲得したが、その数日後、フランク・チッカリングは、当時のフランスの皇帝であったナポレオン三世にハイエツを仰せつかるという栄誉を受け、音楽芸術に対する貢献として十字勲章を授けられた。この頃、ヨーロッパには、ピアニストとして名を馳せていたフランツ・リストがおり、チッカリングはリストが滞在していたローマまでピアノを届けている。 チッカリングが制作したピアノが運ばれてきた時リストは感激して2時間弾き続けたという。また、今日、私はリストの壮麗な音のチッカリングを弾いたと手紙に記している。1891年にフランク・チッカリングはニューヨークで死去したが、チッカリング社は1904年にクォーターグランドピアノと呼ばれる当時世界最小のピアノを制作した。 1909年以降チッカリング社はエオリアン・アメリカン・カンパニーに吸収され、チッカリング一族は経営から姿を消した。ありがとうございます。